前回の、あら不思議。あら不思議な。前回、唐突に霊夢の部屋を始める。最初のゲストは、サイバー X さんとスターペンさん、それと、ギャラクシーニャンダムさん、そして、この3人で真の上司を決めるため、イラストで対決、そして、見事優勝したのはスターペンさん。これからエイリアン界での上司は、スターペンさんになったのであった。そしてエイリアンスタンプも、6個溜まったのであった。それでは続きをご覧ください。このチャンネルは、以上のことを守って、プレイが下手くそなので離れてみてね。はい、本日も始まりました、レムトークのお時間です。いや、レムトークなのにレムがいないよね。てか明らかにここに誰かいるのに意図的に切られてるよね。闇営業でもしたんでしょうね。それ触れにくいな。そして今回集まっていただいた皆さんはエイリアンあるあるエイリアンです。何それ、どういうこと。今回は皆さんにエイリアンあるあるをテーマにトークしてもらいます。まずは自己紹介をお願いします。我はブレゴリー将軍だ。おやつ、絶対トーク番組苦手だって、呼んじゃダメな人だったって。あはははは。では次の方お願いします。何笑ってんだよ。イノバルカンです。おい、トークが続かねえよ、なんとかしろ。大丈夫大丈夫。では次の方。何も大丈夫ではねえよ。母さんには会いたく記憶の前回私の黒歴史を暴露してくれた。いや楽にあいつめっちゃ喋るな。お前を防火の上引きずり回してやろうか。それは闇営業したこいつでお願いします。闇営業してファイファ。ではエイリアンあるあるでトークお願いします。うん、そうね。お前かよ。何よ、私だってリストだもの。では母パオンさんどうぞ。私子供がいるじゃない、だからやっぱり母親とエイリアンの両立って大変なのよね。だからエイリアンの仕事を週3にしてもらってるのよ。うん、でってことはないでしょが。それのどこがエイリアンあるあるなんだよ。はあ、それを盛り上げるのが司会者の仕事でしょが、大体前の二人も喋るわ。自分不器用なもんで。まだ声優のみどんだけ仮面だよ。将軍にそんな言い方は。いや、黙ってろ。もうこれトークどころじゃないだろ。あはははははは、くっせぇ。笑ってないでなんとかしろって。じゃあ今回はみんなで仲良くなろう。ってことで。パンが焼けたので、4人で力を合わせて瓶の蓋を開けていただきます。4人、3人だろ。ということで、エイリアン・ウィズ・マリサ頑張ってください。なんで私なんだよ。それでは、グレゴリーさんからどうぞ。じゃあ、自分行きます。ゴム手をゲットしました。おい、嫌いな。もっと頼む、画面変になったぞ。自分スマホとか使い慣れてなくて、あ、ゴム手で開けれそうですね。開きました。次のバルカンさんお願いします。あ、はい、この棒怪しいですね。もうお前も暗いな。この棒で叩けば開くでしょう。全然叩く気配がないな。叩けよバカ野郎。急に人格変わったけど。叩け叩けよ。これもう叩く気ないみたいなんで終わりますか。ちゃんとみんなで協力して。誰のタッチの仕方が悪いんじゃないの。あ、これ窓開きます。だからなんなのよ。うおー、こらパオンが攻めるから頭おかしくなっただろが。それは悪かったわね。あの、隣の部屋。え、何回言った。あ、いや。はい、ということで時間が来たので終了です。みんなで協力して仲良くなりましたね。なかなか悪くなった気がしましたけど、これでみんな友達、みんな仲良し。いや無理があるだろ。それではさようなら。くっそくだらない茶番にお付き合いいただき誠にありがとうございました。これでも汗と鼻水流しながら作ってんだわ。はいはい、鼻水はちゃんと不幸な。ハリファヤサフィー。はい、では次は安泰ウィーク神社。おまた母パオンですか。また来てなんで週3の出勤に当たっちゃうかな。それはこっちのセリフよ。うんうん、めっちゃ仲良くなってるね。そうだよ。仲良しだなぁ。マリサの相方は霊夢なんだからね。嫉妬するな、嫉妬。まあ友達だろうが友達じゃなかろうが、私は仕事を全うするだけよ。それでも思考を失っていかなきゃいけないんだから。パオンさんも苦労してるんだな。だがこっちも容赦しないだな。じゃあ美しい、美しすぎる。あ、あれは前回初めて第三形態にした猫バルキリー星。よろしくでスーパーデラックスパーマ。こびにくてアレルギー。今回はレミリアスカーレットさんの入団合格が決まりました。あいつちゃっかり入団希望してたんか。ご応募ありがとうございました。ねえ、なんかカンカン言ってるんだけど。カンカン。ははははは。今なら気づいたのか。これは間に合った。猫バルキリー様の攻撃が効いていない。猫バルキリーだけじゃなくニャンマの攻撃も効いてないぞ。パオン、前回そんな技出してなかっただろ。大丈夫です、息子さんに。大丈夫です、息子。マジでバリア出てたー。全然気づいてなかったから動画でも全く触れられていない。あれは完璧なくもない。何あれ、どうすればいいんですか。どうしようもないだろ。諦めが早い。でもなんかバリアを壊す何個がいたような。なんかこんなやつだったような気がしますが。多分それ全くの別人だと思うよ。ダメだ、思い出せない。あれ、なんか吹っ飛んでいったね。逆のバリアよりこっちの攻撃力の方が上回っていたということか。あと動きを止めるキャラってのが意外と強いんですよね。ということでアンタイムも突破ー。次はシリウスに出陣じゃー。 お尻。モモです。 BGM がなんかやべえ感じだな。ですが今回はちゃんとバリア対策もしてきました。よろ
よろしくでマカロニスープ。美味しいアイスクリーム屋さんありがとうございました。よくこんな癖のある語尾思いつくよな。テカテキだぜ。出たー。 あれは見たことがありますよ。いや前のとは少し違うぞ。今回のは巨匠だ。説明文読んだだけでやべえ変態だってことは分かりました。だがやべえのは変態さだけじゃないぞ。やべえのは射程の長さ。そういえば師匠の時から射程はやばかったな。あと極めつけには確率は 20% だがワープの能力も持っている。逃げます。逃げるな。じゃあ闇営業行ってきます。そんなことを堂々と言うな。お前の言う闇営業って何よ。闇の中で動画編集。目悪くするよ。しかもただのネクラだった。誰がネクラじゃ。てかめっちゃワープで後ろに下げられるな。とても 20% の確率とは思えないな。いやすごい勢いですね。しかもうちのエースばかりを。これは猫サーフィンカバル様で動きを止めてもらわな。そして今回皆様がおすすめしてくださいました猫ヌートが参戦いたしました。よろしくですも。はい、ということでジンさんありがとうございました。よくこんな会社に面接来てくれる人がいるな。うちは福利厚生バッチリですが給料50円。ここが致命的なんだよ。おい、バル様が巨匠の動き、あなた動き出しました。意外と早いな。猫ヌートの射程は450、巨匠の射程は451。微妙に巨匠の勝ち。ということはまあなんか隙を見て攻撃するしかないでしょうね。なんかやっぱり強い手長脇で持っていかれる。これ 20% の壁を超えてきてない。しかも1回とかじゃねえ。バル様となんまだ巨匠やるじゃん。ただの変態じゃないみたいですね。変態で強いとかって立ち悪すぎだろ。しかもあの下に触れられただけで妄想の値をチェックされちゃうんだ。霊夢も妄想されてチェックされちゃう。あ、俺は興味ないから大丈夫。なんでだよ、興味の毛の妄想しろよ。妄想しろよはおかしい。もうてかれんなしがやってしまえ。裏のほど妄想されたかったんですか。お前の方がよっぽど変態だわ。また折り押しでなんとかいけましたね。ということでシリウスも突破。そしてカノープスも何事もなく突破したのであった。はい、次はベガミス神社。おディンドン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 。もしかして BGM 歌ってます。歌ってますけど何かアンチなのでやめてください。しょうがないだろ、棒なんだから。とっとこー走るよカサジゾー。今のはなんかわかった気がした。ふわー、暇だよ暇。ワクアルパカだー、いやラクダだー。どっちなんですかね。今流行りのミックス犬、いや犬じゃねえから言っといて。いやめんどくせえな。ではマリサ君解説を頼む。受けたまわった。地味にレイムちゃん正解。正解はアルパカになったラクダでした。で結局どっちなの。え、アルパカになったラクダだから。え、アルパカ、ラクダ。もうどっちでもいいです。それよりもこのラクダ体力が 1% になると攻撃力が 900% 上昇するらしい。900%?900% ってなんか 900% ですけど、この人バカなの。どれくらい強くなるんでしょうか。すんごく強くなる。なるほど、今ので納得したの。しかもあのラクダ攻撃するふりしてナンマのすねで食ってますから。食ってるわけないだろ。地面の草でも食ってんだろ。ヘクショイ、あれくしゃみだわ。くしゃみなのかい。てっきりすねで敵なのか。マリサと一緒にするな。いや私すねで敵じゃねえよとか言ってたら攻撃力上昇してるよ。でもいまいち強くなったのかよくわかんないですね。おー、あ、これさっきより確実に強くなってるわ。ナンマこれはニャンコ砲でなんとかしちゃいましょう。このままにしてたら大変なことになるな。ニャンコ砲発射。の前に倒した倒した。最近厄介な敵が増えてきましたね。トマーベガも無事に突破。そしてこの後のアルデバラン、ベテルギウス、ゼネブは何事もなく突破したのであった。惑星スナックじゃー。惑星はおかしい。そのスナックなの。なんか白がポテチっぽい。マジでスナックってスナックだったんか。スナックってスナックだったにゃ。なんで繰り返したの。はっはっはっは。もう少しでこのポテチの白は我々のものだ。そしたらポテチ食べ放題。霊夢はバター醤油味でお願いします。やあ、なんだこいつ。でかい。こいつ未来編のボスじゃねえか。なんでこんな場所に。そうか、ポテチがあるからか。だからあんなに大きくなって。いやあれ脂肪じゃなくて筋肉だろ。ブンブン先生に寄生しちゃったんですか。うわぁ、ガチのヤバいやつ来たわー。ブンブン先生、生徒殴ったりしてたけど、いい先生だったのにな。生徒は殴っちゃダメ。しかもブンブン先生に寄生した割には全然強くないじゃないか。ブンブン先生の方が強かったぞ。これはブンブン先生にはなれないのか。まあ猫サーファーとバル様の能力が優秀ってのもありますけどね。結構ブンブンの動き止められてるよな。あー、体が動かない。ニャンコ砲でとどめですよ。ブンブン先生の体を変えて。いやブンブン先生も敵だからね。ニャンコ砲発射。体力はあるみたいだな。倒しきれませんでしたね。あ、でも止まってる止まってる。うおやー。おー、巨匠の方が全然強かったですね。それな。はい、これで惑星スナックも突破。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。そして究極降臨ギガントゼルスのガチャも解放されました。
前回のあらすじの時の音楽あれは何ですか？つまり鬼嫁のこと。鬼嫁はマナーちゃんと迷ってるようで、まったねー。